混乱のカザフスタン情勢、今ロシア人何してるんですか。ずっとこのここに座って連邦資本主義ですね。本当に悪くなってる。野党の人みんな刑務所に入れて半分ぐらいの投票を盗んだと。繰り返しプーチン の戦略はない。キルギスがやばいんじゃないかっていう。こんにちは、カズです。こんにちは、セルゲイです。越境 3.0。 はい、セルゲイさん、こんにちは。こんにちは。はい、どうも、お久しぶりでございます。本日はスペシャルゲストです。元ロシア外交官で KZ インターナショナルシステムのコンサルティングをされておりますザルビン・セルゲイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セルゲイさん、越境 3.0 チャンネルでも前にロシア、はい、プーチンの闇とかね、結構切り込んだ内容で動画が出ていただいて、今回もプーチンさん関係でいろいろとお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、いろいろ最近プーチンの話が多いね。特に今日は今問題になっている混乱のカザフスタン情勢、それについてちょっとプーチンさんの向かってる方向とか考え方とかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですが、とりあえずカザフスタン情勢のおさらいから言うと、1月2日から始まったデモなんだけど、あれは液化石油ガスの価格が2倍になって、トカエフ政権が、今のカザフスタンの政権なんですけど、トカエフ政権の前のずっと28年間独裁政権を敷いていたネルスルタン・ナザルバエフ。ナザルバエフの政権がまだそのまま色濃く残ってるんじゃないかっていうんで、まあ、それに対する国民の反発、反乱、デモという形で、最大都市アルマトイを中心として、そこからまあカザフスタン全域に各地に広がっていって、で、これがテロリストが行っているということで、カザフスタン政府はそれを一掃していく作戦を、そこでロシアを主導とした軍事同盟 CSTO、うん、集団安全保障条約機構のロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、キルギスタンね、この6カ国がまあ軍隊を派遣するっていうんで、カザフスタンにそれぞれの国が2500人ずつ軍隊を派遣して、でだんだん沈静化の方には向かっているんだけれども、まあ、現在のところ拘束者が1万人を超えていて、その1万人の中には、イスラム過激派地域で戦闘経験のあるものも結構含まれているっていうことをカザフスタン外務省は発表してるんですよね。で、その状態の中で、うん、カザフスタンとロシアの関係とか、いろいろまあ話します。今一番はね、今ロシア人何してるんですか、そちらにはね。何やってるんですか、ずっとこのここに座って、そろそろ家に帰りますから、もう旅行みたいな感じになっちゃったじゃないですか。何のために行ったかとかはっきり誰も言ってないので、何のために行きましたか、テロリストまずはないですので、そちらにはね、うん、2万人来たんですよ。どうやって飛んできたかとか、日本の方々も聞いてると思うんですけど、まあナザルバエフさんはね、憲法に書いてるんですけど、指導者はどこにいるんですか、まだ生きてるんでしょうか、病気になってるかとか、もう逃げてるかとか。前回前に言ったんだけど、連邦資本主義ですね、これ仲間たち。ナザルバエフの家族大きくて、大事な会社とか大事なお金持ちとか、もうほとんどのナザルバエフの親戚か仲間みたいな感じで、まあプーチンも同じなんだけど、カズヤさんもよく分かってると思うんだけど、旧ソ連の国々はどんどん同じことを行ってますから。アルメニア、まあアゼルバイジャンはまだ大丈夫なんだけど、ウクライナ、グルジア、クーデターかとか混乱とか、どんどん去年もベラルーシアとかいましたけど、ロシアもそろそろまあいろいろありましたけど、そこまでは希望が大きくなってなかったね。すごい警察にはお金今使ってるんですので、軍隊じゃなくて警察、特別警察は30万人いるんですよ。何のためでしょって感じなんですよ。で、まあ、今回はカザフスタンにはね、基本的には旧ソ連の国々は同じ、経済は似てるような、資源が大きい国は産業はなくなってるんですけど、人の仕事はあまり少ないので、ジニーケースって言われるんですけど、貧乏とお金持ちの収入の違いはすごく大きくて、大きすぎても国の政治は安定にならないので、これどうやってで、まあ、それぞれの、どうしますかっていうことなんだけど、このずっとこの、もうカザフスタンには、今回は、大きい混乱になったんが、ここ一般の人にはなかなか、お金は稼げられないから、どんどんひどくなってるというのは、これずっと終わらないので、ロシアも同じ、全く同じなんですよ。ウクライナも同じなんだけど、ウクライナはまあ民主主義になってきて、でも、超金持ちはまだ同じ力
持ってるので、ロシアはもう同じようなので、プーチンの政府はもうプーチンはもう長いんですよね。憲法も変えたんですよ。結局ロシアもそうだ。カザフスタンの方がまだ比較的他の国と比べれば、まあこれはナザルバエフさんはまあ評価されてるんですけど、表面にはそんなに問題はないんだけど、実際お城にはいろんな深い問題がどんどん、政治はなんとか変えなくちゃいけないっていうなってるんだけど、ソ連の経済切り替えなかなかうまく切り替えないんですので、次の段階にはまあ民主主義にはもうしなくちゃいけないんですけど、円弧資本主義はもう本当に効果が低くて、全くソ連の国々はもう成長してない。ロシアはね、だいたい30年には 20% しか成長してないんですよね。1年は 1% 以下、本当にどんどん悪くなってる。キルギスとかタジキスタンも内戦を行ってとか、キルギスも何回もね、まあ、クーデターみたいに行った混乱になりましたけど、それの国は超アジアと比べればカザフスタン、まあ政府も安定し、収入はそこまで悪くないっていう言われたんですけど、そういうシステム作ったのナザルバエフさんですね。全部この家族の関係なんだけど、これどこまで続けられるんでしょうかね。これは変えなくちゃいけないんですよね。トカエフさんも多分分かってると思いますね。プーチンはもちろんそういうロシア、そういう旧ソ連の諸国の中には一番強い国なんですよね。もともとロシア帝国のなんか自分の影響力の地域っていう思われてるんですよね。会社一番比較的に大きいんですし、軍事力、ロシア圧倒的強いので、これはなんかうまく使って、自分の企業と超金持ちのための優先の条件をもらうために、プーチンは影響力と軍事力を使う、うまく使おうとしてるんですよ。ウクライナは明らかに失敗したんですので、ウクライナは平和的になかなかならなくて、今本当に問題になってるので、どのようなロシアとウクライナの関係になるんでしょうか。一昨年になったんだけど、ベラルーシとかね、だいたい夏頃ですよね。ロシアもね、反プーチンもデモが多かった時には、ベラルーシも問題が大きくなった。選挙はあまりほとんどもういじって、ルカシェンコ、ベラルーシ大統領は野党の人みんな刑務所に入れて、勝ったって言うんだけど、実際には選挙に負けたと言われてるんですけど、その前にはね、アルメニアの政府も変わっちゃったけど、まあ、今度やっぱり全く同じ問題で、国民不満の活動とかずっとあったんですけど、実はいろいろデモとかそういう活動があったんですけど、人は、ね、一般的にもうインフレも感じてるし、貧乏の人も多くてもう我慢できなくなったんですよね。爆発しちゃったんですよ。ウクライナも同じなんですよ。まあ似てるような状況だったので、ナザルバエフさんはまあ多分ある程度まだ彼はね、後ろにはトカエフさんのコントロールしてる。トカエフさんはこの機会を使って独立しよう、もう2年前からもっとなんか民主的にしようかとか、全く進められないから、ナザルバエフの家族の彼は後ろにはいるからもう邪魔してる。これはまあ機会使ってうまく独立して、お金持ちと石油とかガスの会社もっと税金払ってとか、うまくいけば本当に羨ましいんですよ。去年9月にロシアで行った選挙、半分ぐらいの投票を盗んだと言われてるんですけど、今の政党はまあプーチンのサポートされてる党が負けたと。プーチンももちろんルカシェンコさんにもいろいろお金貸したりとか、アドバイザーとか、起こったりとか、国民の混乱というの対策の専門家、ロシアはもういっぱいいるので、あちこちに起こったりとかね。ウクライナうまくいかないから、ロシアのテレビ局、皆さんの一般の人には、ウクライナうまくないよ。あなたはちょっとこのプーチンに不満に行ったら、ウクライナみたいになるんですよとか、外危ないよ、相当ひどいんですよとかね、もっと生活悪くなるぞっていうの、こればっかりやってる。クレシカイ、プーチンの、戦略はない。私じゃなければ、もっと悪くなるんですよ。プーチン、そればっかりお金かけてやってるので、もし万が一とかね、カザフスタンのうまくいくんなら、多分プーチンは自分の政府不安感じてると思うんですよね。セルゲイさん、カザフスタンの次は、キルギスがやばいんじゃないかっていう話されてましたけど。キルギスは、ね、経済は悪いんですよね。もう一つ、アフガニスタンは近いですね。アフガニスタンからどんどんそういうテロリストとかっていう、まあ危険もあるんですよ。経済悪いから、カザフスタンにも若い人、ひどかったのアルマティの、もともと首都の周りには、
貧乏の人とか、仕事もない、アルバイトしかやってない人が多いんですね。で、向こうは本当に貧乏の人が多くて、国は資源が多くて、お金持ち、ナザルバエフの娘たちは、ロンドンに高い不動産買ったりとか。ナザルバエフなんでしょう。普通の工場で働いたい、ソ連の時代から。何にも偉いもんじゃないし、一般の人だったんだよ。ただかのソ連の共産党のなんとかいろいろ偉くなってきたので、他のカザフスタンの人っていう、全く同じ人でしょう。どうして彼は全ての国のお金とか自分のためだけ使うんですよね。今後のカザフスタンとかロシアに関しては、どういう方向に行かれると思いますか？あ、カザフスタンには、ロシアだけじゃなくて、アメリカ、イギリス、中国とトルコの影響力も強いから、ロシアは勝手にやることはできないだと思う。少なくて中国もね、中国もこれやらないでください、やらないでください。なので、ロシア若干は影響力ちょっともう強く若干なる可能性があるんだけど、ロシアは経済の能力はないので、軍事力しかいなくて、私はあんまり聞かないと思うんですよ。西側諸国とロシアとの緊張は一層増してくるっていうような感じですかね。少しだけね。カザフスタンの人口の中4分の1はロシア、まあ、関係の人なんですけど、東と北ぐらいには住んでるので、多分トカエフさんはね、プーチンからロシアと中国のなんかをうまく使って、もちろんロシアはカザフスタンには影響力あると一応見せましたっていうことなんですので、でも結果わからない。軍隊起こって、その軍隊は どれくらい役に立ったかとかわからない。ある程度安定させたと。なんだけど、中国も安定した方がメリットあるんですよ。だから、ロシアの中国、そういううまくバランス取りながら、カザフスタンとかロシアと中国というのをお互いにうまく使ってやるんじゃないかなと思いますので、ただ、やっぱり、キーポイントはうまくいくかどうかっていうことなんですよ。結構複雑。あっちこっちにはもう、ナザルバエフの関係の人が多いし、民主主義に簡単にするのは難しい。ウクライナも同じなんだけど、いろんな問題が発生しちゃうんだけど、バランス取りながら、やらなくちゃいけないんですよ。なんか最後にあります？カザフスタンに何か行ってるから、その後注目しますね。うまくいこうかどうか、カザフスタンに何か起これましたら、他の国も大きい影響があると思います。はい、ありがとうございました。この地域の情勢が、また変化してきたら、ちょっとセルゲイさんぜひまたお話をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは世界の情報をたくさんお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go! つながりたいあなた待ってます。